ここからはシェア DGs、 県内の SDGs の話題をお伝えします。今回は17の目標の11番、住み続けられる街づくりをに関して、震災の教訓を生かした災害に強い街づくりの取り組みを紹介します。自動車のリサイクルを手掛ける企業が、災害時に車をレッカー移動させる協定を福島市と結びました。東日本大震災でもですね、とにかく最初に何が必要だったかというと、道路の警戒だったわけですね。道路が開かれることで、災害対策が必要に、円滑に動くようになったわけでありまして、福島市と協定を結んだのは、伊達市に本社を置き、自動車リサイクルの事業などを手掛けるナプロアースです。災害が起きたとき、車が被災して動けなくなったり、避難のため放置されたりすると、復旧や救助にあたる車の通行の妨げとなる場合があります。今回の協定により、災害発生時や災害の恐れがある場合、福島市が要請すれば、ナプロアースが保有するレッカー車で車両の撤去や一時保管を行うことになります。こうした暁には必ずですね、我々がボランティアで駆けつけられるような会社になろうということを、社員たちと、固く誓ったと、それがやっとこう実現しまして、私も非常に感慨深い。福島市によりますと、こうした協定は岡山県などで前例があり、災害時の迅速な救助や復旧などに役立つことが期待されます。